はい、じゃあ行きまーす。はい。はい。カウントしますね。はい。はい。はい、じゃあ行きまーす。3、2。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。本日は、ゲストの方が来ております。ご自身のお声で自己紹介をどうぞ。はい、皆さんこんばん、サッチーということで、本日のゲスト私サンタクロースです。サンタクロース、おうおうおう、ごめんなさい、嘘です。リスナーの沖縄大好きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ来ちゃいました。ね、前からちょっとね、はい、お願いはしてたんですけど、なかなかタイミングが合わず。そうなんです。そうなんですよ、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、ちょっと待って、うちの旦那から LINE がなぜか来てるんだった。なんでイレギュラーなことが全部起きるかな。受けるんだけど、多分通知入ってると思うから聞いてると思うけどね。まあいいや。では早速番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。今週の一曲は沖縄大好きさんがセレクトしていただいたので、曲紹介お願いしてもいいですか。はい、わかりました。私沖縄大好きが選んだ楽曲はこちらです。アイドル教室でリングリングクリスマスです。やっと2本目はやりましょう。面白い曲だね。12、3年ぐらい近く活動してたグループなんですよね、このアイドル教室が。で、他のとこでもちょっとお話ししたんですけど、うんうん、寿司どこごいちさんっていう、名古屋にあるお寿司屋さんのスタッフさんで結成されたアイドルグループさんで、うんうんうん、でお寿司屋のそのごいちさんの大将の方もプロデューサーなんですよ。あ、昨年ちょっと亡くなられて、その後からちょっと、まあ、だいぶ期間が空いて解散っていう形になりまして、うんうんうん、で今メンバーそれぞれちょっと別々で今活動してるんですけど。おそうなんだ。そうですね、もう別のアイドルグループに入ったり、うんうん、ソロでまあ活動したりとか、活動、まあ、今幅広くまあ動いてるって感じですね。なるほど、そういう経緯があるんですね。で、今一人は東海市にあるメディアス FM さんのお昼の番組、今レギュラー持ってて3時間の生放送番組出てますね今。生放送番組、はい、すごい。あ、じゃあもう沖縄大好きさん聞いてる。そうですね、もう仕事が休みの時はもうそっち同時に聞いたりとか。おさすがだね。もう聞きたい番組がいっぱいあるので、やっぱりこの時間もお昼は特に。うちの旦那来るかね、なんか雪で送るみたいなこと言ってたけど、わかんないや。今のうち2曲目を僕の LINE に送っててもらってもいいですか。あ、いいですよ、わかりました。パッドで放送収録しながら探しておきましょう。わかりました。
そういえばツイキャスの、はいはい、このアカウントに、うん、YouTube でも入れる、 YouTube っていうか Google のアカウントでも入れるということに気づいて、あ、めちゃめちゃアカウントが増えました。一人でこあの番組延長できるぐらいのコインが送れるっていう。すげえ。DJ 用のアカウントも作ってあるんで。へえ、すごい。まだ活動してないですけどね。あ、じゃあもうこれから。はい。今から使っていく。4年ぐらい凍結してるじゃないか。4年じゃないよ、もっとだ。5、6年触ってない。違うかな。多分探すの必死でしょ。あ、もう大丈夫です。見つけました。はい、は、はや、さすがだね。はい、OK です、キャンさん。ありがとうございます。はい。おう。これだったら確実にあると思うんで。OK です。なんだ、なんだ、何の曲だろうな。何の曲だろうな、私は知らないけど。まあでも一応次の、あの文のテーマに合わせてちょっと選んだやつなんで。了解了解。はい、じゃあ間もなく曲開けまーす。はい。お聴きいただいたのはアイドル教室でリングリングクリスマスでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします、はい、今週のテーマはクリスマスソングです。これを考えてくれたのは沖縄大好きさんなんですよね。はい、私が考えました。あ、クリスマスも近いですし。そうですね、オンエア上では10日か、そう10日なので、うん、10日に、うんうんうん、まあまあ近いっちゃ近い近いっちゃ近い近いっちゃ近いですので、それにしたんですが、なんと一通もメールがまだ来ておりません。 なんとなんだってびっくりなんとびっくりしたんですけど、私あれおかしいなおかしいな、来ると思ったんですけどねみんな忙しいのかなキャスが来てますので、紹介したいと思います。お願いします。はい、沖縄大好きさん、隣にいるので、ついでに言いましょうね。こんばんさっちー。こんばんさっちー。カープボーイさん、キャンさん、さっちーさん、皆さん、こんばんわ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 ん。わんが多いなぁ。わん、風邪ひいちゃう、喉やられた。咳が止まらない、大丈夫ね、カープボーイさん。大丈夫ですか、お大事にしてください。本当すも。この時期はね、もう気温差が結構あるので、うん、風邪ひく方も結構いらっしゃるみたいなんで。カープボーイさん、好きな、クリスマスソングはチェッカーズで、チェッカーズのクリスマスソングと、クズでサンタに、慣れなかった夜。おお。懐かしいですね。懐かしいね。クズ。また懐かしい曲が来ましたね。やっぱムーンライトが一番印象的ですけどね。ん？ムーンライ。ああ、なんか見たことある。ムーンライ。聞いたことある。今夜もいい夢見ろよ。ああ。それか。それか。はい。私さっき聞きながら聞いてたのがビーズのいつかのメリークリスマス。もう僕一番大好きなクリスマスの歌ですね。あ、そうなんですか。はい、ビーズさんなんで。ああ、とあとボアのメリクリとか。ああ、いいですね。いいですね。まあ、早速もう頭に浮かんだのがそれだったんですよ、私。ボアちょうど世代なんで。そう、ちょうど私が高校生
ぐらいの時だったんじゃないかな、多分。陸海空さん来ております。あ、来た。やっと来た。黙る時間がもったいない、サッチ MC だろう、沖縄大好きさん、しなーせーなんでよ。なんでよ。なんで。沖縄大好きさん、うちの妻に手を出すなよ。出しません、出しません、出しません。一切そんなことしませんので大丈夫です、本当に。リクエスト曲は来てるんですけど、今回ちょっとリクエスト長せないので、ちょっとあの曲だけ紹介ということで、ユニコーンで雪が降る街。いい曲ですね、名曲ですね。名曲が来ますね、やっぱり。私最近あの YouTube の YouTube ミュージック、あ、はい、あるじゃないですか、あれで結構曲を聴いてるんですけど、いろんななんかジャンルがあって、うん、最近はもう J-POP、 ああ、いますね。J-POP を結構聴いてるんですよ。で、それの中にも、やっぱりクリスマスソングがいっぱいあって、何があるんだろうって、私はいつも、アーティスト名とか見る時間がほぼほぼないの、運転中は。誰が歌ってんだろうって思いながら運転するという。そう、いつもそんな感じで、いつも聞き流しで運転するんですよね。ああ、なるほど。そう、そうなんです。いつもそんな感じでやってるんで、帰りに、お家とかに帰ってきて、この、何流れてたんだろうって、後で見返して、あ、この曲か、みたいな感じで、で、他の番組に、リクエストをするという。あ、いいですね、それ。そう、そういうパターンなんですよ、私。パターンがいつも決まってて。そう、なんか、見えないぞ、よく。カープボーイさん？うん。何書かれてます？これなんだろう、アーティストさんの名前。これ、辛い島って書いて、これ、カラシマ。カラシマ？いいのかな？調べよう。ちゃんと。緑さんですかね。のサイレントイブもいい曲だよね。サイレントイブ。なんか渋そう、曲を聴いたことがないという。まあ自分多分ないですよ、聴いたらこれかなっていうのだったら多分分かりそうなんですけど、うんうん、曲名だけじゃちょっと分からないところもやっぱりありますね、あったりしますので、どうしてもありますね。僕最近地味にハマってるのが、はい、りょうとくん、デコボコトラックのりょうとくんが歌う、はいはい、替え歌にハマってます。替え歌？替え歌に、はい、クリスマスは今年もクリボーチ。あ、やばい、なんか胸が痛くなってきた。楽しい出来事を消し去るように。それ消えますよ。まさかの替え歌が。今なんかすごい胸にぐさってきたんですけど、自分なんだろうこの気持ち。さあパジャマを脱いだら全裸で出かけよう。捕まる。何よや。さすがだ、もうりょうとくん本当に。僕もこの影響を受けてですね、あ、ちょっとだけ変えて、クリスマスは今年もやってこないって言ったら、なんでそんな意地悪言うの。やってこないんかい。やってこないんかい。来ないんかい。年越せないんかい。年越せない。越さないパターン。コメントの方で陸海空さんが、コメントに迷ったら、じゃんけんで勝負じゃ。沖縄大好きさん、サッチーとじゃんけんで勝負じゃ。負けたら、初キスは何歳で、何を聞くんすか、ちょっと。何を聞こうとしているんだ。何を求めてるんですか、陸海空さん。じゃあ今日、お家にいるのよ。お家にいるのよ。楽しんでますね。本当に楽し、一番楽しんでるかもしれないです、やっぱり。コメントで楽しんでる人。ウケるんだけど。まさかのじゃんけん。私、一応じゃんけん弱いんすよ、めっちゃ。いや、自分も弱いっすよ、そう言ったら。あれ。カートボーイさん、クリスマスイブといえば、ミュージックさんのクリスマスの CM の流れる曲もある。聞くと来たなーって。来たなーって感じる。確かに、沖縄、ラジオ沖縄さんの、ミュージックさんの聞くと、あ、もうこんな時期かーってなるな。
確かにそれは言えてる。今年ミュージックソンどうなるんだろうか、私はそれが気になってしょうがないんだがコロナも落ち着いてきてますもんね、ちょっと今なんとか。そうそう、落ち着いてきてるから前よりは、うん、前よりいいかもしれないけど、どうなるんだろうね。拠点がやっぱりあるから、愛の泉っていうのが、拠点がね、今一箇所ないんですよ、毎年やってる拠点が、拠点が一箇所ないので、はい、まあ、まあ、ある程度の予測はついてるけど、もう一箇所どこになるんだろうっていうのがまだちょっとわからない、わかんない。ある程度は私の予測ですけど、あくまでどうなるかな。ちょっとあの耳をダンボにして私は聞いてるので空飛べます？飛べない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 、飛んだら飛んだら大変になる、もうちょい時間がありそうですね。あと8分ぐらいありますね。結構あるね。今ブルーシールは工事中だからね、どこでやるのかな。他にできそうなブルーシールって言ったら茶壇かな、やっぱり。ああだよね。で、私もそれがちょっと気になってたところだったんですよ。カープボーイさんブルーシールいつもやってたんですよ、あの牧見稲と本店で。ああはい、あっちが今改装で工事中なんで、いつもあっちで私も今はどうなってるのかな、玉城ミーカーさんとか、ああそうと結構あっち行って写真撮ったりとかして、ユンタク反託しましたけど、リッカイクさん、スーパーとか行くとマライア・キャリーが歌ってるよねって。確かにマライア・キャリー流れてますね、流れてるね。結構もうクリスマスソングはスーパー系統流れてるね。っていうかもうスーパー系統はいいけど、あのクリスマスを前にもうお正月なのが並べられてるっていうのは私はびっくりしたけど、まさかクリスマス前にもお正月みたいな。もう準備早めてますよね、意外と。やっぱり意外と早くなってる、えって思ったし。もう何だったか、何の番組でだったかな、ポチ袋の話も出てたからねナルトラさん来ております。お疲れ様です。あれ、見覚えのある人がどうも、見覚えある人です何だったら出ました、私そちらにもお邪魔しました、その時はありがとうございますクリスマスの曲といえばガクトの12月のラブソングかな。あ、いい曲ですよね、あの歌も。そうだね、ガクトいいね。降り続く悲しみは真っ白な雪に変わる歌うまいな、キャノさん、本当にすごい。カープボーイさん、おせち料理の多い、多分早割で8月から募集してるかな。いい、8月からなんか季節感もクソもない、今やりすぎている。確かに確かに言えてる。なんかもうこんな季節にこんなのを募集するっていうのがただですありますよねもうなんだったら広告もなんか予約も受け付けてるとこもありますもんね、今本当に正月に関しては、ね、あっちゅう間に。なんだって、陸海空さんキャンチーのいい声ってきますよ。ありがとうございます、やったーウケる。そろそろ時間ですか。なんかいつもと全然違うのでやる。あと5分ぐらいありますよ。わ、すごい。わお。なんか話します、クリスマスソング。クリスマスソングか、なんかあったかな。あの幼稚園とかだと、あの赤鼻のトナカイとか、はいはい、よく歌ってたな。真っ赤のお鼻のってトナカイさん、うん、わーですよねそうそうそう、あれも作ってた記憶ある。幼稚園ぐらいに、はい、あのなんていうのブーツ、あれをあの色画用紙とかで作ってたような記憶がうっすらあるあ、意外と難しかったの。確かに幼稚園小学校の時のクリスマスあんまり記憶ないんですけど、でもなんか12月になったら慌てんぼうのサンタクロースとかをこの朝の会のこの時間に歌ってたりをしてましたね、小学生の頃は。
確かによく歌ってたな。なんか振り付けもあったんですよね、確か。え、あるんだ、あれ。なんか先生が多分考えたやつだと思うんですけど、もう忘れちゃったので、もう、どんな感じだったかは。あー。カープボーイさんが、てるやまさおさんと、上間彩乃さんが歌っているクリスマスの歌とか、等身大の、等身同意かな、もしかして。等身同意かなの替え歌のやつとかが面白い YouTube であったはず。エイサー踊ってるって。面白そうっすね。ちょっと見てみよう、後で。後で見よう。後で見てみよう。ちなみになんですけど、はいはい、僕はクリスマスソングですごく印象深い思い出が、はい、小学校6年生の時に初めて行ったクリスマスファンタジー、多分第1回だと思うんですけど、はいはいはい、小学校6年生で行って、うんうん、まあ、レーザーショーですよ。ああ、子供の国の。はい。で、なおかつ、いろんな蛍光のやつがパーンと飛んだりとかして、それ一生懸命拾ったりとかして、すごい。その時に流れてたのが、女の子が歌う、ラストクリスマスが流れてたんですけど、カバーの。へぇ、めっちゃ感動して。へぇ、俺ももう中1になるし、来年以降は彼女と行くぜっつって心に決めた瞬間、まだ叶ってないです。あれあれあれまだ叶ってないです。残念。今からだよ、キャンさん。頑張ります。今からだよ。自分も頑張ります。だから、変に彼女ととか決めなきゃ、よかったと、今なって後悔しますね。なるほど。なんなら、彼女になりたいなっていうことで、でもいいなって、大人になったら思いましたね。ああ、私でも、旦那の、りっかいくーさんと、一緒に、どっか行ったかって言ったら、リスナーさんのお宅でイルミネーションすごいお宅があって、あー、はい、多分もう誰か分かりました、大好きさん分かると思うんです、知ってます。まあ、そこにリオチと私とリカイクーさんと一緒に行って、なんかすげーって言ったのを覚えてるな。2年去年行ってないか、一昨年ぐらいかな、行ったの。すごいな、めっちゃすごい。毎年毎年本当にグレードアップしてるっていうから、今年見に行くっていう話を、そう、陸海空さんとさっきしてたんだよ。何をまた話してるんだよ。なんてこれ、真っ赤な丸さんのトナガイさん。トナガイさんってなんだ。トナガイさんってなんだ、誰だ。嫌なスケベやって。はい、ということで、あと1分ぐらいになりましたね。はい、ということで、はい、来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは、雪です。というのも、これもね、沖縄大好きさんが、はい、考えました。考えてくれたので、そういうテーマになったんですが、まあ、どうなることやら。どうなることやら。まあ、雪って、沖縄の人、うん、なかなかないですもんね。まあでも、雪に関するエピソードでもいいですし、これから見に行く予定とか、まあ例えば雪が入っている、名前が入っている食べ物の話でも全然 OK なので、もうコメントも、どしどし。ね、メールもお願いします、皆さん。お願いします、本当に。どしどし、じゃんじゃん送ってくださいな。2週撮りなので、今回は。ということで、お時間となりました。はい。お相手はサッチーと、ミキさんのキャンと、沖縄大好きでした。ではまた来週。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。なんか音がないとやっぱりおかしい。なんか感覚おかしくなる。ぴったり24分ぐらいです。すごい。23分50秒。7秒。おじゃあ一回切りますね。はい。